ウォレスの剣、ウォレスの剣は、サー・ウィリアム・ウォレスの所持品と伝えられる、クレイモアのことである。大きさは、頭身長が4フィート4インチ、柄を含めた全長が5フィート6インチである。頭身の幅は、つばもとで2.25インチ、切っ先付近では0.75インチ、重さは6ポンドあり、これだけの大きさの剣を扱えたウォレスは、かなりの大男で、 身長が6フィート6インチはあったと思われる。剣を持つウォレスの造船3 0 5年のウォレスの処刑の後、ダンバートン城の教育係であるサー・ジョン・ドメンキスが同じ1305年の8月にこれを譲られたと言われてきた。しかし、それを裏付ける記録はなかった。200年後の1505年、スコットランド国王ジェームズ4世があるカッチュ氏に絹の頭頂をつけた。 ウォーレスの剣に、新しいガと塚頭をつけてその上に、新しい鞘と、剣釣り隊をつけて、差し出すように命じ、計26シリングを支払った。この修理はなされて叱るべきものだった。というのも、ウォーレスの剣の元々の鞘と柄、そして帯とは、スターリングブリッジの戦いで、イングランド側の指揮官であったヒュー・クレシンガムの皮膚で、できているという噂があったからである。 この噂が、大々的にいるしていたにせよ、これが、後世の作り話であることはほぼ間違いない。それから300年間、この件に関する記録は発見されなかった。1875年になって、イギリス陸軍省から発送された書状に、この件について記されているものがあった。1825年、この件が、修理のためロンドン島に持ち込まれたとき、 初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーより、サミュエル・メイリックに、この件を吟味してほしいという付託があったのである。メイリックは、歴史的な刀剣に関しての権威であり、付属物を確かめただけで年代が割り出せた。この件の付属物は16世紀に取り替えられたものだった。このため、メイリックは、15世紀以前のものとは考えられないと結論付けた。しかしながら、 メイリックは、刀身を考慮に入れていなかった。ジェームズ4世が絹の刀帳をつけ、新しい鞘と柄と、剣釣り隊をつけ、またその当時の記録に、ウォーレスの剣と、ある以上、刀身にも無視できない何かがあるはずだった。この剣は、その後1888年11月まで、ダンバートン城に保管されていたが、スターリング城に移された。 ここにオレスモニュメントが設けられることになったからである。この歯には、問いがなく、横からの断面が、レンズ豆の形である。全体的な形は、現代の戦闘用の剣とほぼ同じだが、オークショットの刀剣類型には当てはまらない。言うのも、1300年当時、問いがない剣というのは、通常はありえないからである。また、剣を打った者の刻印がないことから見ても、 この剣はヨーロッパ大陸でなくスコットランドで撃たれたものでありあまり高品質とは言えずそのため後に2回撃ち直されている。歯に問いがあったからといってウォーレスが本当にこの剣を持っていたかについても決定的な証拠はない。ただ事情や状況によってはこれがウォーレスの所持品であったとも言えるわけでこの剣がウォーレスのものとされるのは 後者のような事情がなせる技なのである。ありがとうございます。